んにちは。スポーツトレーニングプラス体メンテナンス研究所の落合です。今月の運動のご紹介は股関節です。股関節の動きを改善させる運動をご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。今までは関節をニュートラルに位置に置いたりとか、少しこうランジ系で伸ばしたりとか、そういった運動をご紹介しましたが、今回は少しこう回してみる運動をご紹介したいと思います。ぜひ一度実践していただくといいかなと思います。ではやってみたいと思います。四つん這いの姿勢でポジショニングを取ります。肩の真下、股関節も真下に膝が来るように気をつけましょう。後ろの方向から前の方向から動かしていきます。後ろの方向から前の方向から前の方向と交互に動かしていきます。注意する点は、動きにくい場合、膝の位置よりもくるぶしの位置が先に動いてしまいます。この点を注意していただいて、あくまでも膝の位置が遠くに動くように、膝の位置が遠くにあるように動かしていただくといいと思います。お尻を使っているという感覚が非常によくわかると思います。お尻が痛いなと思えば、上手にお尻の筋肉を使って股関節を動かしている証拠になります。これによって股関節の動きを改善をして、スムーズな歩行動作だったり、お尻からくる腰の痛み、関節周囲の痛みを改善していくといいのではないでしょうか。ぜひ一度実践してみてください。ありがとうございました。